ちらは NEXCO 東日本です。午後1時55分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに7号小松原線上り方向の情報です。事故のため両国ジャンクションを先頭に錦糸町まで2キロほど渋滞しています。続いて大観を大泉方面へ向かわれる方にお知らせします。故障車のため川口ジャンクションを先頭に三郷ジャンクションまで7キロほど渋滞しています。引き続き京葉道路を木更津方面へ走行中の方にお知らせします。この先の貝塚インター付近28キロポストに木材があります。ハイウェイラジオ京葉道路穴川よりお伝えしました。